昆虫ハウス101号室ハチマルです。三森です。お願いしまーす。ゴキブリ会でしょ、どうせ。あ、まあゴキブリ会じゃあゴキブリ会。いやいや、なんでタムケンさんやったんですか。ちっちゃーとは言ってない。焼肉屋やってないでしょ。もうだいぶ前なんですけど、夏頃にお互いゴキブリが苦手なのを克服しようというところで。そうか、もうあれ夏か。グリーンバナナローチをお互い飼育をして、はい、で、まあ、結果次第で福袋おごろみたいなことを言いまして、こちらのグリーンバナナローチの幼虫、三森くんが4匹で、じゃんけんに勝ったハチマルは1匹多い5匹を飼育することに。その他細かい部分につきましては、概要に載ってる前の動画をご参照ください。あの、やっぱちょっと慣れてきたとか。慣れはしない。ビビってたわ。めちゃくちゃ綺麗だったけど、ゴキブリでした、めちゃくちゃ。走りが。そう、動きはね。動きめっちゃ速いですね。だからやっぱレッドローチとかよりもちょっと速いよね。いや、速すぎたな。壁もめっちゃ登るし、登るあれの方はさ、結構大きいの撮ったの覚えてる？はいはいはい。だからそれが本当になんかバチ当たったのか、9月に大人になっちゃった。はい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 。で、もう12月で、でめちゃくちゃ短命で有名だから。あ、そうなんですね。だからちょっと耐えてる可能性がめちゃくちゃある。なるほど、うん、途絶えてるっていうこと。今耐えてるだとギリギリ耐えてるの方かもしれない。まあでも緊張しますね。福袋5000円分でしたもんね。そうで、別にそのまあそれぞれチャンネルでやるから、はい、相手側は別に俺を覚えましたとか言う権利もない。なるほど。そう何事もなく解除される。やっていきます。やっていきましょうか。ピースですか。あ、でも福袋これがある。いやいや、ピーセットないと無理でしょ。いや無理、素手は無理です。これ素手ですから。まあでもそっか、ピーセットあった方がいいのかな。はい、ピーセット持ってきてる。持ってくるわ。じゃあちょ、魔法使ってください。じゃあここに出します。はい、えい。はい、おお。これやったものの俺編集の仕方わかんない。いやいや、遠藤君たちなんとかしない。いや、ダメです。そんな手間かけさせないメリークリシギゾウムシと言いたかったところだが、もう12月26日これからやっていいですか。そうだな。なるほど。だって手応えはあるんだもんね。あります、あります、うん、ただね、俺もねちょっと欲しいなってるのも見かけたんですよ。まあそうだよね、本当にだから寿命がね、うん、どうしても短いから。じゃあ僕がカメラやりますね。はい、いきますよ。はい。床材何入れたんでしたっけ。まあ普通の兜のマットと、はい、あの水桶とハスクチップですね。でいますね、もう。え、います、ここ。あっ、うわ、綺麗じゃん。でもね、もうね、羽がほらもうちょっと腐敗し始めてるというか。本当だね、これは。ああ、ゴキブリだ。これ手でいった方が良くない。無理って。失礼します。ああ、裏だ。そうそうそう、優しく。ああ、なるほど、こうなるんだな。そう、欲しいなっちゃって、もう悲しいですね、さすがに。多分ね、全部オスだったんですよ。あ、これもです。ああ。でもやっぱちゃんと成虫まではなったんですね。まあそうですけど、ね、それすごいな。いや、でもいないな。ということは1ですね。1。いや、遅いよ、12月。一生懸命やったのに。いや、俺もそうだよ、それは。俺も9月16日にはもう見てたからね、成虫を。あ、それも早いな。僕はね、三森くんより一回り小さいこっちのクリアスライダーで、うんうん、そうね、こんな感じでね。うん、やっぱなんかちょっとそっちの飼育やってる人感はありますよね。ムカデとかそっち系の、ね、なんか最初あの前の時ではこんなタッパー入れてなかったんですけど、はいはいはい、ちょっとなんかね、この水ゴケエリアを作ってあげた方が喜ぶかなと思って、そう2つ作ってるんですよね。なるほど。でこれがゼリー食べかけで、私もめちゃくちゃいい感じに見えますけ ど、これは一緒に飼育してるワラジムシが食べてます。わらじ虫飼ってんすか。一緒に、はい。いやいや、なんであわよくばごまかせるかなとは思ったんですけど。いや、無理だろ。して三森くん、舐めないでください。クワカブ以外わかんないじゃん、何も。わかりますよ、さすがに。ここが一番よくいたんだよね、グリーンバナナが。ああ、ここに。そう。だから、いるとしたらここだと思うんだけど、僕は実は、
一つ賞賛があるのが、成虫はもういないって思うんですけど、一、はい、匹卵持ってたんですよ。え、お尻からニョキニョキって、あの黄色い、はいはい、白かあれは。そうそうそう、それが出てて、それが孵化してれば、なるほど、いるはずなんですよ。めちゃくちゃ見てたからな、俺が、誰よりも。いやいや、それは八幡さんのだから八幡さん以外見ないですよ。これ鳥虫か、ややこしいな。飛び虫好きじゃないですか、いやいや、この時は邪魔でしかないから。これ何入れてたんですか、マット。これは、タランチュラとかのジョジョサンドっていうやつと、腐葉土を混ぜて、で、あと水苔もちょっと入れてますね。はいはいはい、あー、これあれか。あー、星だ。成虫の星。やっぱ悲しいな。そのゴキブリといえど。そうですよね。めちゃくちゃ綺麗だったもんな。これの、だから言ったら前編になる、パートあるじゃないですか、7月ぐらい撮った、はい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 、あの時のサムネとかめっちゃ綺麗ですもんね。綺麗綺麗、あれ あれですよ、はい、あのゴキブリストの静間さんって方が、 あの人なんですね。そう、あの人が、そう、ぜひ使ってくださいっていうことで。すげえ。そんなことになるんだったあれだったな、静間さんからこっそり俺だけ。いやいや、買っとけよかった。なんてこと言うんですか。星の死骸もあんま見えないですね。食べたんですか、星の死骸。え、この白いやつ。おう、白いやつ、白いやつ、白いやつ。そう、このなんか、あ、それ、これダニみたいなやつじゃないか。そうそうそう、え、これダニかもしれないけど、ちょっと今確認してみます。はい、あの静間さんっていうそのゴキブリストの方にちょっと連絡して、で、もしその方が見てゴキブリだって言い張ったら、それはゴキブリです。なるほど。そうです、ダニって言い張ったらゴキブリです。いやいや、じゃあゴキブリじゃないでしょ、それは。ダニって言い張ってんだから。あ、でもこんな感じなんですね。でも全然、ダニとは違うよね。なんか、触覚もちょっとあって。あ、確かに、ちっちゃく。うんうんうん。確認してください。はい、します。来ました。来ました？はい。どうなったか発表します。はい。あちらの白い物体は、ゴキブリの赤ちゃんです。そうなんだ。いやいや、マジで嬉しい。これはグリーンバナナローチの赤ちゃんですと。なのに一匹なんですね。そう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 。そこはなんか俺の能力が本当にうまくいかなかったから。なるほど。じゃあもしかしたらたくさん、もうちょっといたかもしれないけど、うん、っていうのもあるのか。で、生まれたてか一、はい、回脱皮したてかのどっちかだと思いますって。へ、だからあんなに白いんだって。あ、そうなんですね。そうそう。で、その後やがてね、茶色あの黒とか、僕らが見た、そうそうそう、前回の時のあの感じになって。そうなん。そうです。一匹か。一匹？そうなんですよ。で、一一って。最悪の試合じゃん。負けもしないし。どっちも。長期企画とは思えない情けない結末になったことを、ここでお詫びします。たくさん増やしてあげることができなかったグリーンバナナローチにもごめんなさい。せめてこの一匹は大事に育てていきたいと思います。じゃあその一本動画、うん、作る権利にしませんか。一本作る権利、それぞれがってこと。はい、だから5000円分で。ああ、なるほど、はい、5000円だから福袋でもいいし、うんうんうん、他でもいいし、だからその5000円の使い道はもうおのおので決めていいというか。あ、払う側が、はい、あ、なるほど、それもめちゃくちゃいいかもしれない。はい、そっか、そういう企画に回しますか。はい、じゃあそうです、いいですか、多分いいと思う。じゃあもう八幡さんの5000円を好きに使うみたいな感じで。まあ、お互いでしょ、それは。まあまあ、そうそうそう。いやいや、なんすか。大丈夫ですか。それ映像で確認するのがないと。はいはいはい、私知りませんけど、じゃあ絶対今の場所カットしないじゃないですか。この、ちょっとギクシャクした感じ。